あ、どうも、サラゴーチです。今日はですね、私が大好きなこう充電器関連のね、ガジェットブランド CIO の製品で、おすすめなもの10選ご紹介しようと思います。私かねてよりですね、CIO の、モバイルバッテリーだったりとか充電器とかですね、いろいろご紹介をしてたんですけれども、改めてですね、今回 Amazon プライムデーで、実はですねセール対象の製品めちゃくちゃありますので、皆さんもね、このセールの期間に CIO の製品手に取っていただきたいなということで、動画にしております。 CIO 私大好きなブランドの一つなんですが、やっぱりこれ欲しかったたんだよなとか、うわこんな便利な使い方あるんだとかですね、そういうことに気がつかせてくれるとてもユニークなブランドだなと思ってまして、たくさんね自分で製品購入したりとかクラウドファンディングで支援したりしてきました。今日はね、おすすめ製品全部紹介できればと思いますが、すべて概要欄に URL 掲載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。それでは早速いきましょう。ではまず一つ目がこちらです。ポラリスキューブビルトインケーブルという製品でございます。こちらは最近私がアップロードしました2024年上半期に買ってよかったものトップ10にもですねランクインさせている製品でございます。プライムデーセールでは 25.1% オフで5980円のところ4480円で購入することができます。このようにですね、コンセントが本体に刺さっていまして、ケーブルをですね簡単に伸ばすことができて、延長ケーブルとして使うことができます。そして使い終わったらケーブルを本体に巻き付けて、先ほどのように差し込んでですね、本体に簡単に収納が可能です。このようにですね、コンセントに挿して使うんですが、長さが50センチありますので、とてもですね、使いやすい長さに設計されております。こちらのコンセントは AC100V に対応した差し口が2つありましてですね、充電器本体にコンセントのね、充電器を挿して使うことができます。もちろんドライヤーだったりとかその他家電もですね、使うことができます。そして、このコンセントの裏面にはですね USB-C のポート2つと USB-A のポートが1つついてます。このようにですね、コンセント1つ挿すだけで合計5つのデバイスですね、こちらを充電一気にすることができますので、旅行とかにはね、特に便利ですし、デスク周りすっきりさせたいよという方にもおすすめです。 USB-C 単ポートでの使用ですと最大 67W の出力に対応していまして、 AC のみを使った場合は合計 1250W の出力、 USB-C ポートを併用した場合は合計 1125W の出力に対応しています。そしてこちらですね、会議室での使用とかにもね結構おすすめでして、床に埋め込まれていて蓋を開けて使うタイプのコンセントあると思うんですが、あれって大きい充電器だと干渉してしまって入らないことがあるんですよね。その時ですねこちら、地味に活躍してくれまして、とても便利に、使うことができます。で私ですね実はポラリスキューブビルトインケーブルですね複数持ってまして、 YouTuber の知人とあとエンジニアの知人にプレゼントしたことがあります。どちらもですねデスク周りで使う時にこう配線ごちゃごちゃしていたからすっきりさせたいんだよねみたいなことを言っていて、すごく喜んでくれたのを覚えてます。続いてこちらですね、ノバポートトリオ2という、充電器でございますけれども、2つタイプがありまして、こちら右側が 67W2C1A という USB-C ポート2つと USB-A ポート1つのモデル、そして左側が 67W3C というですね USB-C ポート3つのモデルです。 2C1A が6589円、 3C が6688円なんですが、今回プライムデーセールで3980円で大きく割引されています。こちらサイズがとにかくコンパクト、もう本当に卵とね、同じサイズぐらいでございまして、 2C1A と 3C はですねどちらも同じサイズとなっています。そしてこのコンパクトさながらですね、なんと折りたたみ式のプラグとなっておりまして、持ち運ぶ時にね、本当に邪魔にならないサイズ感となっています。重さも 113g ともう超軽量ですね。持っていて全くストレスに感じません。このように、コンセントを挿した時もですね、隣のプラグに干渉せずにですねとてもスマートに充電することができます。これでいて3ポートもですねあるのがすごいですよね。そしてですね、ノバインテリジェンスノバエンジンという技術が採用されていましてですね、これは、このようにですね複数のデバイスをつないだ時に接続された端末に合わせて電力を自動で、調整してくれる技術のことなんですね。ポートの出力を気にしながらこうデバイスをねつなぐ必要がないので、同時充電する時もストレスなく快適に充電することができます。それから実は瞬断抑止機能というね機能も搭載されておりましてですね、この瞬断とはなんですけれども、他のデバイスのケーブルを抜き差しした時に一瞬だけこう電源が落ちたり充電が止まってしまうことなんですね。
この瞬断がね起こる原因というのはもう各ポートにですね適切な電力を供給するために電力の配分が切り替わることが原因なんですが、ノバポートトリオ2はですね瞬断抑止機能が備わっていますので、そのようなことが起こらないようになっています。ちなみに瞬断が発生したとしても、まあ、充電はね基本的には速やかに再開されるので使用にねあんまり大きな問題はないんですが、その瞬断によって動作に支障が出るデバイスもあるということで、万が一に備えて、まあ、安心いただける機能かなと思います。まあ、そしてですね、まあ、このコンパクトさながら最大 67W の出力に対応していまして、世界最小級の、まあ、3ポート最大 67W 出力の充電器ということが謳われています。そして、続きましてこちらスマートコビープロケーブルでございます。こちらはですね側面にケーブルが内蔵されておりまして、1万ミリアンペアアワーの大容量モバイルバッテリーです。ケーブルを持ち運ぶ必要がなくなりますので、もうあの荷物がね、かさばらなくなりますし、もう本当にですねケーブル忘れがなくなってストレスフリーです。そして、こちら USB-C ポートがね、1つついておりまして2台同時に充電することも可能です。最大 35W の、高出力に対応しておりましてですね、今回プライムデーでは31.9% オフで通常6578円のところが4480円で購入することができます。こちらディスプレイにですね、バッテリー本体の充電残量を表示してくれまして、ディスプレイも見やすくて、一目でね、残量が分かるのがいいところです。そして、ケーブルがですね断線してしまうことを心配なさる方もいらっしゃると思いますが、こちらはですね、実はケーブルをですね交換することができます。こんな感じで簡単に取り外せます。そして、別売りのケーブルにはライトニングケーブルもありますので、簡単に交換してライトニング対応の iPhone をお使いの方はですね、ライトニングケーブルとしても使うことができます。そして、このようにですね本体を充電するときも別途ケーブルを用意する必要がないので、とっても便利に、すぐに充電することができます。さらにはですね、まあ、嬉しいことにパススルーにも対応していまして、バッテリーを経由しながらですねデバイスに、急速充電することができまして、まあ、コンセントがね1個しかないよという環境だと、まあ、特にですね両方充電したい場合には大活躍してくれます。まあ、とにかくこれ1台モバイルバッテリーとして持っておけば持ち運ぶケーブルの数を減らせて、とってもミニマルです。まあ、先ほどのね、ポラリスキューブビルトインケーブルとのね、相性も実は良くてですね、こちらに、そのままですねこちらのスマートコビープロケーブルをつなげばですね、充電ができますし、さらにはですねこんな感じで CIO 同士ですね、とてもデザイン性も優れていて相性も良くて、旅行とかに持っていったらね、便利に使うことができます。そして、後ほどご紹介しますけれども、こういうね Apple Watch のモバイルバッテリーとかもですね、とても便利にこうやってつないでですね充電することができまして、なんか CIO だらけですごいことになってますけれども、デザインの統一性っていうのもね気に入ってるポイントです。そして、続いてはですねこちらスマートコビープロスリムというモバイルバッテリーです。まあ名前の通りとってもスリムでございまして、1万ミリアンペアアワーの大容量モバイルバッテリーでございます。 USB-C のポート2つと USB-A のポート1つ、搭載してまして、スリムコンパクトながらね3ポート搭載してます。そして、今ちょっと残量ゼロになっちゃってますが LED ランプでですねバッテリー残量も教えてくれます。 Amazon プライムでですと 21.5% オフで通常4818円のところが3780円で購入ができます。こちら実は1円玉の直径よりもスリムでですね、なんと 16mm しか、厚さがないんですね。最大 35W の出力に対応しておりまして、こちらもパススルー機能を搭載しています。私こんな感じでカバンの中に薄型のバッグインバッグね、使うことありますけれども、こういう薄いポーチだったりとかカバンにね入れておくときに、とっても活躍してくれます。こんな感じで、横から見てもですね全くかさばらない様子が伝わると思いますが、ポケットとかにね、入れて持ち運びたいよという方にも、特におすすめです。そしてですね発売日はまだ未定なんですが、スマートコビープロスリムケーブルというですね新製品も登場予定でして、これね私すごい楽しみなんですが、ポートはですね、1つプラス、ケーブルが内蔵されてまして、こちらも1万ミリアンペアアワーの大容量のモデルでございますけれども、薄くてかつケーブルがついたモデルもね、登場予定ですので、こちらも皆さん楽しみにいただければなと思います。そして、続いてがこちらポラリスキューブデスクでございます。最近まさにね、タイムリーに発売された製品なんですが、なんといきなりプライムデーで 30.4% オフで6580円のところが4580円で購入ができます。こちらはですね、最大6台まで同時充電ができまして、AC がね3つと USB-C ポートが2つ、それから USB-A ポートが1つついてます。最大 67W で出力ができましてですね、こちらのディスプレイで各給電ワット数をね、見える化してくれます。
います。さらに裏面はですねズレを防ぐ滑り止め仕様となっておりまして、もう本当にねデスクの上に置いておくとすっきりさせられるアイテムなんですが、ケーブルを本体から取り外せますので、まあ、旅行とかでね、持ち運びにも最適となっています。続いてはこちら、Apple Watch のモバイルバッテリーでございます。このコンパクトさで、モバイルバッテリーでございましてですね、スライドさせるとなんと USB-C の端子が出てくるんですね。こちら内蔵されてましてケーブルの持ち運びが不要となっております。バッテリーはですね 950mAh 搭載されてまして、 Apple Watch 7の場合はですね、約 1.5 回の充電が可能です。そしてパススルーにも、対応しておりましてですね、このように、Apple Watch と充電器をですね、充電させておくと Apple Watch 充電完了後にですね、本体の充電が開始されます。私こういうモバイルバッテリーね、すごく好きでですね、まあ、あのコンセントね、例えば旅行先でベッドから遠くにあってですね、アプローチをねちょっと近くにね置いときたいよっていう時にもですね、こうモバイルバッテリーであれば場所問わず充電ができますし、縦置きにもね対応しておりますので、まあ、場所取らず充電もできます。そして夜ねモバイルバッテリーとして使ったら、まあ、2泊の旅行とかだったらこんな感じで日中は挿しておいてモバイルバッテリーを充電させるってこともできますし、持ち運びもですねたった 60g ですので、もう本当に軽量でストレスなく持ち運びできます。そして MFI 認証ね取得しておりますので、ウォッチ OS がねアップデートした際にも問題なくですね充電することができます。でですね、ここからちょっと CIO メイトというね新ブランドのご説明できればと思うんですけども、 CIO から新しくスタートしたブランドでして、手に取りやすい価格でカラー展開もね今は4色ありましてですね、日常使いにね適した製品たくさんリリースされているんですが、そこからですね複数おすすめ製品ご紹介できればなと思います。その CIO メイトからですねまず一つ目なんですけれども、こちら柔らかいシリコンケーブルでございまして、こちらはね15センチのモデルでございます。 CIO メイトからは全部で4色展開されてまして、それ以外にもねカラーリングはあるんですけれども、私はねこういう15センチとか短いケーブルってかさばらずに使えるのですごく好きなんですけれども、こちらですね15センチ、それから50センチ、1メートル、2メートルの4つの長さのケーブルが発売されています。実はこのようにね2メートルのケーブルも持っておりまして、まあ、こちらね外で使うときに主に活躍しますが、コンセントがね遠くにあるよっていうときに PC 充電するときかなり便利です。そして滑らかなシリコン製のケーブルでございますので、伸ばして使ったときもですね折れ目がついたりしにくくて、とてもストレスフリーに使うことができます。そして先端の端子ですね、実はストレートと L 字2種類から選ぶことができましてですね、私は PC 充電するときこの L 字が好きなので使っているんですが、こんな感じで挿したときですねデバイスに対して平行になりますので、まあ、かさばらずにね快適に使うことができます。こうやって PC 充電するときですね、ここスペースが生まれますので、ここでマウス操作とかができて場所取らずにね本当に快適に使用することができます。こういうストレートのタイプだとちょっとねやっぱりはみ出してしまって、ここでマウス操作するのストレスだったりすると思いますが、 L 字だとですねとにかくスペースが生まれますのでスマートに使うことができます。ちなみにこちら15センチのケーブルだと今回プライムデーで 21.7% オフ、1380円のところが1080円で購入することができます。ちなみにL 字のケーブルなんですけれども、私カメラね充電しながら使うことありますが、こんな感じでディスプレイにも干渉しないので、まあ、とってもね便利にデバイスの充電に使うことができるんですよね。そして続いてがこちらですね、カラビナ付きのケーブルホルダーなんですけれども、これもですね本当にかゆいところに手が届くアイテムといいますか、すごいアイデアだなと思っている製品なんですが、このようにカラビナが付いておりましてですね、どこかカバンとかに引っ掛けることができます。そしてここケーブルホルダーとなっておりまして、まあ、カラー展開もね豊富なんですけれども、このケーブルホルダーのところに先ほどのね15センチのケーブル USB-C のものですね、このように差し込みますとですね、なんとぴったりと収まりまして、しっかりホールドしてくれるんですが、ケーブルをキーホルダーみたいにね使うことができます。なので、まあ、カバンとかに引っ掛けておいてケーブルを忘れた時とか、まあ、いざという時のために常時持ち歩くことができます。もう本当にね、このアイデアすごいなと思いまして、ユニークで便利だなと日々思っております。こんな感じでケーブルとホルダーがね、全く同じカラーでございますので、まあ、とてもスタイリッシュに持ち運ぶことができるなと思います。こういうねあったらいいなっていうのをね製品化してくれるのが CIO のね、すごいとこだなと日々思ってます。そして最後ですね、私登場をねずっと首を長くして待っている製品がありまして、これもねまだ発売日ちょっと未定なんですけれども、スマートコビ EX スリム C2& ケーブルというですね新製品がですね一般発売を控えていまして、これ簡単に言うと 5000mAh のモバイルバッテリーなんですが、 C2 に対応していて 15W のワイヤレス充電ができましてですね、マグセーフ対応の iPhone にはもちろんくっついて充電ができますし、ケーブルを内蔵していまして、その他のデバイスね、ケーブル込みで充電したい時はですね別途ケーブルを持ち運ぶ必要なく
く充電ができますと。さらには USB-C ポートもついてまして、最大 20W で出力して充電ができます。そしてワイヤレス充電対応しているので、 AirPods とかね、ひっくり返してこの上に置けばですね、充電ができてしまうと。さらにケーブルは交換可能な着脱式、もうね本当に全部入りで夢のようなモバイルバッテリーが出てきたなということで、これも発売楽しみにしています。はい、というわけで今日はですね、 CIO のおすすめ充電器ガジェットを10個ご紹介したんですけれども、全部概要欄に URL 掲載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。その他にもプライムデー期間お安くなっている CIO 製品たくさんありますので、そちらもですね、Amazon のページから、ぜひチェックしていただければなと思います。普段はこういった便利グッズですとかガジェットなど動画アップしてますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Instagram と X もですね、サガラゴーチで検索いただけると出てきますので、そちらもフォローよろしくお願いします。それではお時間ありがとうございました。